ゴブレスなホームランガーダー。これから通用代表の徳田さんにインタビューしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。いろいろ質問させてもらいます。普通の練習場所っていうのは主に、練習場所は、横浜市の泉区にある今ちょうど撮影をしている J フットサルクラブっていうフットサルコートがメインで、はい、やってます。はい、で、週に1回、まあ、不定期なんですけど山と鳥の森の、人工芝のグラウンドも使えたり、はい、します。そんな感じです。はい、ジュニアユースでは週に何回ぐらい練習してるんでしょうか？ジュニアユースの活動は基本的に週5回、はい、平日に3回と土日の活動となってます。はい、はい、普通のさんでは、遠征などあるんでしょうか？はい、うちは今のところ基本的に国内遠征のみでやってまして、はい、でまあ、今はちょっとコロナの関係でできたりできなかったりなんですけど、まあ、関東近郊を中心に年に、ゴールデンウィーク1回、夏に2回、冬に1回ぐらいを、目安に、行っております。はい、そうなんです。ジュニアユースの年間にかかる費用は大体どのぐらいになるでしょうか？月額にすると、月謝が 19,900円、はい、で合宿が大体、まあ、関東近郊になると2泊3日で、4万円前後ぐらいで、それがまあ回数分あるという感じです。はい、はい、ありがとうございます。まあ、大体でいいんですけど、毎年選手の募集人数とか定員などはありますでしょうか？大体25名前後予定してますが、はい、まあ、学年によっては、はい、30名近くになるかと思います。はい、ありがとうございます。先ほど選手の人数聞いたんですけど、コーチの人数はどのぐらいになりますでしょうか？コーチの人数は、はい、各学年にメインコーチが1人ずつついて、はい、で学生のアシスタントコーチが、はい、2人いるような形で、はい、行ってます。あ、そうなんですね。じゃあ現時点の、新 U13 と新 U15 の県リーグは何部からやってるんでしょうか？今、13が、はい、県の3部スタート、はい、で、15の方が、まあ、1部で、はい、今も戦ってるというような状況です。はい、じゃあ、他のクラブと、違う点3か所ほどありますでしょうか？そうですね、まあ、まず一番違うなっていうところは、はい、選手の元気の良さ、はい、もう一人一人が大きな声を発しながら、はい、笑顔で、プレーをしたり、まあ、オフのところでもそうですけど、はい、とにかく活気のいいクラブだと思ってます。はい、で、2つ目は、はい、進路のサポートが、手厚いというところで、はい、実績でいうと去年は、全選手で33名、はい、中学3年生が在籍してたんですけど、はい、そのうちの25人が、サッカーで推薦をもらって、はい、進学を決めているというところで、そこは違いがあるかなと。はい、で、3つ目に関しては、プレーの、練習中のプレーの強度が高いというところで、はい、まあ、結果ももちろんなんですけど、成長志向でやってるんで、はい、成長するためには真剣勝負が一番大事だという、まあ、クラブのモットーがありますので、はい、練習の時から真剣勝負、一個一個の 対人で負けないと、はい、といった気持ちで選手たちがプレーしています。はい、すごいですね。ありがとうございます。はい、練習会の日程などは決まってますでしょうか？練習会は、はい、早速来月に、6月の28日土曜日の、はい、18時から、はい、この J フットサルクラブの方でまず第1回目の練習会を行いまして、はい、で例年ですとその後、8月中旬頃、はい、9月の中旬頃まで練習会を行うというような形です。はい、セレクションの日程などは？セレクションは、はい、その練習会後、まあ、大体9月の中頃から10月の中頃ぐらいまでを、目処に。はい、セレクションでそのコーチが見てるポイントなど評価っていうのはどういうところを主に意識して見てるでしょうか？まあ、クラブのスタイルに合うっていうところで、はい、やっぱり元気の良さっていうところを重視して、はい、見させてもらってます。やっぱりセレクションっていう、はい、緊張する場面で、声が出るとか、はい、周りの選手とコミュニケーションが取れるとか、はい、そういった能力を出せる子はかなり重宝して見るようにしてます。は
そう例えば実力とか多少劣っててもその元気とかそういうコミュニケーション取れたら受かる可能性も、あ、もううちに関しては、はい、あの本当に成長志向でやってるんで、はい、あの元気があればあの何でもできるじゃないですけど、はい、やっぱ元気ある子はどん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 テクニックもつきますし、はい、まあ、体なんてちっちゃくても、はい、あのゆくゆくはそれなりの大きさにもなるし、はい、あのそういった部分では元気があれば本当にあの成長させていけるっていうクラブなので、はい、はい、以上で普通の徳田さんのインタビューを終わりにします。いろいろたくさんジュニアユースについていろいろ聞けたのでとても良かったと思います。じゃあありがとうございました、はい、ありがとうございました。はい、ダーです。応援よろしくお願いします。あとチャンネル登録よろしくお願いします。